G が、y から z ですか。ですから、ちょっとこれじゃ見にくいんですけど、x から y に行って、 y から z。というわけで、これは、G 丸 F ですね。ちょっと、この G と F の順序は、よく間違える。私自身もよく間違えますから、注意しましょう。で、1番目は、FG が端子、間違えちゃったかな。前者ならば、G 丸 F は前者。ですから2の、Z 属する Z に対して、どうしようかな。一つやりましょう。じゃあ、この、G が前者ですから、G は前者だから、Z イコール GY を満たす Y 属する Y が存在します。で、この Y に対して F は前者ですから、ここ前者ですから、ここに、ここの Y が、ここの Y がここにあるんですけど、実は X から来てますね。Y、この Y 同じですよ。この Y と。そのつもりですよ。Y イコール FX を満たす X 属する X が、存在します。で、そうすると、これ、ここに、この代入すると、よって、なんだっけ、Z イコール GFX ですけど、これは G 丸 FX ですね。となるので、G 丸 F は前者ですね。この Z が、G 丸 F による、この X の行き先になってますから、前者だと。これだけです。続けてやっちゃいます。短いから続けて。じゃあ、2番目いきましょう。それで、次は G 丸 F が、前者ならば、どっちか、 G は前者ですね。これを示します。これもほとんど意味ないことでして、G 丸 F が前者なので、G 丸 F が前者ということは、で、2の、G だから、Z 属する Z に対して、ある X が存在して、どうするんだっけ、 Z イコール G 丸 FX となります。で、実はこれ、G の FX ですから、FX イコール Y と置けば、Y 属する Y に対して、Z イコール GY となる。これは、この G が前者だってことです。前者だと。それだけです。で、それで、じゃあ、もう3番やっちゃいましょう。3番は、G 丸 F が、
この問題は基本的に前者とか単者っていうのを定義を思い出してほしいから出してますよ。単者ならば、F は単者ですか。それで、でこれはですね、じゃあx と x ダッシュ、ちょっと待ってください、分かんなくなった。fx イコール fx ダッシュとしますが、xx ダッシュと x で整理するとしましょう。でそしたら G におけるこの時は G における像を考え、ここで FX、 ここで FX イコール FX なんですけど、これ G で持ってっちゃうと GFX イコール GFX ダッシュですね。すなわち今合成の問題使ってますから、 G 丸FX イコール G 丸 F スダッシュとなります。でこれもう分かりません、 G 丸 F が G 丸 F が仮定が前あ単車ですから、単車なのでもうこの中身 X ダッシュ等しいですね。でだから結論言うとこれからこれが出ましたからよって、F は単車でしかありえない、これが証明です。